立憲養成会は、日本の元政党、国家主義予約団体の一つ。初代総裁は、田中里志学。2006年現在、会長は、小川智から。機関士養成事業を要する。本部所在地は、東京都調布市西筒寺が丘2丁目28-4。政治資金収支報告書は、平成25年に確認できるのが、政治団体としては最後でありそれ以降は、 政治団体ではない。田中里志学は、明治36年、日蓮を中心にして、日本国はまさしくうだを霊的に統一すべき天職を有すという意味の、発行一を、日本初期末期大三上武士天皇即以前期にある、上足党関霊時刻行きのり、下足広子高村養精の心。さあと、県六号目会と、縁発行、しかもため堺不またかか。 から増応募し、国立会談の混流を訴えた。要請の後も、この嬢から取られており、要請の開講という文化的行動が、日本国民の使命であると訴えた。これらについてはすでに対象2年3月11日に、発行された国中会の機関誌、国中新聞の神武天皇の建国にて言及している。大正12年11月3日、日蓮信者で、 国体主義を標榜する田中里志学によって創設された社会運動組織であり、在家仏教組織である国中会や明治会の姉妹団体である。1929年、佐藤志学の次男田中沢人が総裁となると政治版退職を強め各種選挙に候補を擁立。衆議院の多数を制し、天皇の対名を廃止、合法的に国体主義の政治を 協立することを目標とした。最盛期の会員数は約三十万人。九百三十六年の第十九回総選挙では公認候補七名を擁立した。結果は全員落選となり、振るわなかったが、同年長野四区から立候補した田中孝が繰り上げ当選し、帝国議会に初めて議席を得た。九百三十七年の第二十回総選挙では、 田中公が再選。また、地方議会や農会には、最盛期で100人を超す議員が所属するなど、一定の政治勢力となった。しかし、同会の当世である、日蓮主義や国体主義は、当時、このエフみまろらによって主導されていた、新体制運動とは、思想的に相入れず、1940年に、体制翼3回が結成されてもこれに加わらなかった。新体制運動や、 大政翼賛会に対する批判を続けたため、ついに1942年3月17日結社、不許可処分を受け、解散に追い込まれた。これによって、田中公は無所属となった。日連主義を政治に実現しようとすることは、田中総裁を絶対視することであり、軍部などが主張する国体を無視する思想であると、みなされたためである。1942年の翼3選挙には、 前職の田中公をはじめ元会員37人が無所属で立候補したが全員落選した。第二次世界大戦敗北後、1946年3月7日に再建。田中サージは公職追放されたが、1947年の第23回総選挙で福島3区より斉藤明が当選し一議席を獲得。戦前。 戦後の両方で議席を獲得した経験のある唯一の党派である。日本国憲法施行後の1949年の第24回総選挙でも北海道一区で裏口哲夫が当選して1議席を獲得。裏口は北方領土は日本固有の領土であるのにロシアによって住民が追われたのはおかしいと国会で追及。また、 破壊活動防止法には、原案は危険、修正可決された案には、反対票を投じた。立憲養成会はその後も、総選挙に候補を擁立したが、規制政党の再編が進むにつれ、議席獲得はできなくなった。自民党、社会党による55年体制が成立すると、次第に選挙から遠ざかっていった。国政選挙への立候補も、1983年の、 第37回総選挙に中選挙区の東京11区より、小川力が立候補して以来途絶えている模様である。1955年、田中沢人が死去し、1962年、菊池聖太郎が会長となった。その後、久保春蔵が会長となり、久保が成去した後、入沢文夫が公認し、最後は小川力が会長となっている。現在は天皇への 主権法官に加え、教育直後の復活、日本国憲法の廃棄なども主張している。これは、日本国憲法が国民主権を原則に定めているからである。戦後政治史2004年8月、岩波書店、岩波新書。 ISBN40043904 からに h t t p w a r p d a n d l g o j p スラッシュインフォ n d l j p p i d 十 10217740www.soumu.go.jp/.senkyo/. スラッシュ政治 s, s。政治資金、コンテンツ13129 二十四億二千六百九十万十六 p d f 総務省の政治資金収支報告書で調べても出てこないため、第2本帝国憲法施行下の衆議院と日本国憲法施行下の衆議院双方に国会議員を送り出した党は、他に日本自由党、日本社会党、日本共産党なども該当するが、すべて九百四十六年の第二十二回総選挙が、 初当選である、ありがとうございます。